これまでのバイオハザードリベレーションズ。オブライエン代表、すべて理解しました。すべては捏造、その首謀者はあなたですね。計画は前倒す必要がある。しまった、あれは罠だったか。どういう意味だ。ああ、だいたいそんなところだ。さすがは私の優秀な部下だよ。俺たちは少しでも沈没を食い止める方法を探す。了解だ。俺とジルは研究施設に向かう。さすがは BSA 諸君、目を見張るべき活躍だ。オルガン・ランズ・ディール。おい、ベッド、ここで機械と鎮守する気か、バカ。今送信を。君たちの命運はすでに私の手中にある。嘘つきはなしだぜ。エピソード10やっていきます。嘘つきはもうたくさんだ。真実のみを。でここで別れたところが。ああ、落ちなかったな。アーカーとジェシカ。戦略があったみたいだぜ、ジェシカ。ええ、そうね。私たちも仲良く行動開始する。ああ、俺たちも地獄を経験した仲だったな。いつもの調子で行こうぜ。ええ、思い出すわよ。古き良き FBC ってね。レイモンド。あれ、今左手動いてたぞ。今どういうことだ。もしかして感染してるとか。で、作戦は？戦況で核兵器を封鎖して沈没までの時間を稼ぐ。動力は復旧したからメインシステムからアクセスできるはずだ。揺れてるね。じゃあ手分けしない。私は私で調べておきたいことがある。怪しいな、ジェシカ。先に戦況に行くぜ。これジェシカ移動してくる。ついてったらどうなるんだ。戦況へのルートはどこが一番近かったかな。2階に上がってそこからまたエレベーターで上がるやつだったな。さ、武器を変えれない。時間がない設定。さあこっちから行くぞ。パーカー操作するの久々だな。みんな武器が G3 になってきたね。よし、お前か。いっぱいしかもらえないな。あんまり強くはなかった気がする。まっすぐでいいんだよな。上行った方がまっすぐでいいか。左。嘘。またかレイチェル。またかレイチェル。いい加減しつこい女は嫌われるぜ。やめてくれ。レイチェル、めんどくさいな。爆発するのが2体。レイチェルが先回りしてる。ごめんなさい。すいません。よし。さあ戦況まで行くぞ。
レイチェル、めんどくさすぎるな、本当に。バーカ、今どこ？もう少しで戦況に着く。私はもう着いたわ。先に核兵器装置を始めるわね。やけに早いな。あなたが遅いの。また貸し一つよ。もうダメだ。すごいジェシカだ。そういえば、バーでおごる約束も果たせてなかったな。もう1年だ。いいのよ。そのうち利子込みでお願いするわ。ああ、俺もすぐ向かう。以上。怪しい。すごく怪しいぞ。左遷に入っても入ってないな。さあ到着。そのまま動くな。バーカ。スパイが BSAA にいる。モルガンの犬。それはおそらくジェシカだ。レイモンドが俺に伝えたことだ。あ、そういうことか。それ一体何の話？それより今は早く。パーカー、その右スネを捕らえろ。レイモンド、お前。あなた、どうやって？ふん。防弾チョッキだ。こいつが押そうとしているのは、この船の自爆装置だ。証拠隠滅のためのな。なんだと？もう、一体なんだって言うのよ。冗談やめてよ。ねえ、なんとか言ってよ。パーカー、ねえってば。誰を信じればいいんだ。お前を全て信じたわけじゃない。まだな。レイモンド、銃を下ろせ。あんたは甘い。騙されるな、パーカー。やばい。おい、パーカー。甘い男ども。何？あー、ちょっと待ってくれ。バカのバカ。まさかこんなことになっちまうとはな。オブライエンに買いに抜いたとはね。モルガンに伝えておくわ。ジェシカ、バーのおごりは心配ないわ。この件でチャラにしてあげる。ごめんね、バーカ。あいつ、おい、男はいつだって。レイモンド、行け。バーカ、大丈夫か。この船と共に沈む気か。パーカー、大丈夫かな。すごい、次が気になるんで、このまま行きます。セミラミスって書いてあるぞ。ゼノビアじゃない、これはクイーンセミラミスだ。クイーンセミラミス。誇り高き女王は屈服を是とせず、自らを死へと導いた。そして間もなくゼノビアム。自爆装置の起動を確認。速やかなる避難を勧告。いやー、びっくりした。まだ爆発はしてないね。することはできません。繰り返します。チェックメイト。やばい。最後の決め手を私の優秀なしもべが詰めてくれたようだ。さて、状況は理解してもらえたかな。理解ならした。あとは貴様を追い詰めるだけだとな。待っていろ、モルガン。なんともくだらん遺言ではあるが、決闘は祈らせてもらうよ。やばいぞ。
する。どこのロックが外れた？ああ、まず脱出する。ここは危険だ。開けて。開ける。一緒に取る。こちらハットトリック。カークだ。ヘリで迎えに来たぜ。お、素晴らしい。現在クイーンゼロミア上空にて待機中だ。合流ポイントは選手看板に設定。時間的猶予はなさそうだ。急いでくれ。繰り返す。こちらハットトリック。こっちだ。選手に急ぐぞ。待って、そこが通れるようになったんだな。さっきまでカプコンってなんだ。カプコン製のヘリはすぐ落ちるからな。これ嫌な予感しかしないよこれ。あ、武器か、変えたかった。さあ行くぜ。うお、誘爆が始まったな。時間がないぞ。飛び降りるぞ。どこ行った？クリス、移動が早すぎるぞ。あ、違法パーツみたいのが。待ってくれクリス、ちょっと待って。おお、なんかあったけど、もうそんなの構わない。こっちは進めない。あれ、進める？ギリ進めるな。やばい。ジル、こっちだ。こっちはクリス。あれ、今誰かいたぞ。パーカー。よう、ジル。パテル、パーカー。すまん、ジル。パーカーを連れて脱出するぞ。ジェシカに撃たれた。あいつはモルガンの内通者だった。ジェシカが？なんかいる。ハンドガンしか使えないのか。やばい。こいつは全員動き出しそうだな。ああ、そう、来た。あってこい。よし、早くこんなとこからおさらばしようぜ、バカ。来てるよ。了解だ。じゃあな。よし、クリスが援護してくれるとか、もはやすごい、この安心感。レイモンド、すまん。痛い。お前を信じていれば。男はいつだって女に騙される生き物なんだぜ。よし、早く開けてくれ。このままだ。まずいな。だが必ず全員で脱出してみせる。飛んだ足でマトウになっちまったな。すまない。バカー、嘘だろー。おい、本気か。ジル、先を急ごう。まさか。クリス、分かってるわ。助けられないのか。
自爆プログラム最終カウントダウンに入ります。まずいわ、時間がもう。ダメージ5だってめちゃくちゃ強いな。パーカーの装備、あの斧が欲しかったな。あれ一瞬で俺ゲドンみたいな感じになっちゃう。まさか本当にパーカーが死ぬとはな。すごいダメージになってるぞこれ。あとはリローダーをつけて、あ、でも6発まで入るもんな。クリティカル、ファイヤーレート上げるか。一発撃って当てれば敵倒せるから関係ないな。デイズをつけよう。あ、ついてるか。これを2に切り替えよう。他なんだろうな。2700、そんなダメージ必要だな。こんな感じかな。待て、奴を弾を使う必要とか。ああ待て、マジ。足が、マグナもこの時に使うのか。危ない。くらえ。さらに、ああ、一発しかしない。危ない、避けたぞ。あ、止まってる。もうなんだよ、ヤスの相手をする必要性はないじゃないか。大幅な時間ロスト。よし、邪魔だ、どけ。オッケー、時間がないぞ、どんどん行け。パルスグレネードもあるから一気にいっぱいいるときは。3発上に上がるぞ。回復使って、うわお、これクリス大丈夫か。あ、なんでお前も先にいるんだ。頼むぞ。危ない、嘘、危ない。傾いてる船が。あっ一体案の定当たるのか。俺は撃って破壊してもいいんだな。あれ、いや、痛い。避けるってね、あ、避けることできるのかな。まだ、ははっ、あ、危ない。すっごい痛い。撃ってもダメだ。よし、着いたぞ。私の勝ちだ。俺が悪者みたいになっちゃう。さあ、着いたぞ。カプコン製のヘリがすでに止まってる。2機ある。これならいける。急いで、ジル、クリス。でも確かジェシカとか。嘘だろ。あっ、カプコン、う
うわー、なんだこりゃ。パイロットが。あ、これプールのとこにいたやつじゃないのか。いろいろと。どうしよう。はい、なんとかエピソード10クリアしましたが、とんでもない強敵が、巨大な敵が出てきたな。一体どうなってしまうんでしょうか。私もびっくり。次回が楽しみです。ほんじゃまったな。